シャープはインターネットだけでなく電子辞書や電子ブックとしても使える手のひらサイズのモバイル端末ネットウォーカーを8月27日に発表しました。シャープでは携帯電話、パソコンに次ぐ第3のモバイルツールとして位置づけています。モバイルでも今までパソコンでやりたいと思っていられたことを携帯電話の手軽さで実現していただくためのモバイルツールを目指しております。今すでにパソコンですとかスマートフォンですとか携帯電話を使って、ネットを楽しんでおられる方すべてに加えまして、例えば電子辞書をお使いのユーザー様、そういった方がすべてターゲットになるかと考えております。シャープカスタマイズ版 Linux Ubuntu 9.04 ベースのこの端末には14ミリキーピッチの68キーフルキーボード、直感的操作を可能にするバックライト付き解像度 1024×600 ドットの5インチ TFT 液晶タッチパネル、 512MB のメインメモリー、 4GB のフラッシュメモリーのほか、立ったままの操作も可能にするオプティカルポインティングデバイスが備わっています。またサスペンド状態から操作可能になるまでの時間は約3秒と携帯電話のようなクイック起動が可能です。さらに約10時間の連続駆動と約 409g の軽量化を両立しています。またビジネス文書作成編集向け統合ソフト OpenOffice.org、 ブラウザー Firefox、 メールソフト Thunderbird などがプリインストールされています。通信には内蔵の無線 LAN もしくは USB 接続の各種モジュールを使用します。 USB 端末は通常サイズとミニサイズの2つで、マイクロ SDHC メモリーカードスロットも内蔵しています。ホワイト系とブラック系の2モデルにつきましては、9月の25日を発売予定としております。レッド系のモデルにつきましては10月の下旬の発売予定となっておりまして、価格はいずれも4万5000円前後と見ております。シャープは今年度末までに10万台の販売を目指しています。 Digging for News